はい、どうもこんにちは、ボーデッペです。さあ今回ね、ついに導入しちゃいました。アルカンセですね、 GPI さん。はい、ようやくです。これでなんだろう、もうほぼほぼ揃ったかなグラビアスもね買ったしね。さあどうなんでしょうということで、日本のねリールっていうと2大メーカーね、ダイワ、シマノということ で、それ以外ですともうアブぐらいしかなかったんですよね。なのでね、シマノ、ダイワちょっと微妙だなとか、でさらにアブガルシアも微妙だなとかなっちゃうと、もうなかったんですよね。なんですけどね、最近はこんな感じでいろいろ出てきてますということで、投げていきたいと思います。さあまずね、デザインかっちょいいっす。でハンドルがねでかい。うん、アブガルシアのハンドルに似てるんですけど、ハンドルノブがね特殊といいますか、だけどすごく握りやすいんですよ。硬いんですよね。アブのリールとかね持ってる方わかると思うんですけど、最初についてるハンドルノブ硬いじゃないですか。まあそれと同じようなまあ材質なんですけど、ハンドルのね形がすごくこだわってるなっていう風に感じました。すごくね握りやすいっす。はい、でね、まあ巻きも普通かな。うん、あとクラッチが低いし、うん、結構ね他のリールに比べるとクラッチが低いっす。かなりね低く落ちてると思います。そしてパーミングもね結構しやすいっす。うん、ということでまずはねマックスで、ちょっとねサクッとメーカーのホームページを見た感じね、ローターが固定されているということで、ダイバーとかですとインダクトローターがねこう出たり入ったりこうして、なんかこういろんな釣りにアジャストしたセッティングになるんですけど、アルカンスはね固定式ということで、今ねサクッと投げたんですけどノーサミングです。なのですごくこう安定しているブレーキが素晴らしいと思います。でね、やっぱりこう一番ハイギアのモデル買ったんですけど、すごくこうガッチリ握れる。そしてねノーサミングですこれなかなかないっす。うん、なかなかないと思います。まあちょっと気になるのは、まあハンドルがねちょっとカタカタするとこかな。うん、十分丈夫ではあると思うんですけどね。さあね、マックスからブレーキをちょっと8ぐらいに下げます。余裕だね、とりあえずはね。うん、飛ぶし、そしてね安定感がいい。あ、これいいね。 GPI さんのねハンドルもねあって、それもちょっと気になりますね。はあ、いいねいいね。やっぱりローター固定式なだけあってすごく安定感いい。あ、超飛ぶじゃん、めっちゃ飛ぶし、ノーサミング。あ、これはいいよ。ちょっとすでにもうハンドル買いたいんだけどだけどいいですね、素晴らしい。結構私が求めてるリールこんな感じですとにかくバックラッシュしないことね。あ、すげえいいわ。ブレーキ半分5。あ、めっちゃ飛ぶ。そしてノーサミング。あ、この飛距離のノーサミング最高だよ。あ、これはすごいぞ、来たねこれ、素晴らしい。ちょっとハンドル気になるけど、ただまあ形状はねすごく良くて、ただ握った時にこうプニッとした方がちょっと手に負担が少ないかなと思います。ブレーキ4にしちゃう。うん、すげえ。あ、超カット部。あ、すごいわ。あ、いいよこれ、すごくいいよ、最高じゃん、最高でしかないじゃん。そうか、マジでねえ、ノーサミングですよ、余裕のノーサミング。あ、最高だよ。あー、これはいいね。そうね、ダイワですとインダクトローターがねいろんな釣りに合わせていろんなセッティングがね施されて、そんでまあ専用リールみたいな感じでまあいろいろねリリースされてるんですけど、今期ですとシルバークリークエア TW がねやっぱりこう渓流ベイトフィネスに特化させるということで、まあインダクトローター、それがね固定式になってて、まあそれもね最高だったんですけど、いやー最高だぜおいすいません、やっぱりねブレーキの安定感超重要っすよ。うん、いいね。3。あ、3で限界かな。うん、だけどもえぐい飛んでる、半分で十分ですよ、超投げやすい、これ超投げやすいよ、すごいな。このブレーキ性能のまんまエントリーモデルとか出したらね超売れそうだよね、最高だぜ、いいよ。俺ほぼほぼノーサミングでいけんじゃないこれね。お次はですねジャークベイツ、すげえいいわ、想像以上です。ただまあ個人的にハンドル変えたいな、そのぐらいですかね。すげえ、さすが GPI さんって感じですね。さあブレーキそのまんまね、ジャークベイツ、うん、
ちょっとね立ち上がりでバックラッシュしましたけど、あーいいね、うん、うん、ね、ほぼほぼノーサーミング、投げ方はねブレーキ7にしました。だからもう飛距離がね素晴らしくいいんで、どうだろう、 OK ね、完璧ノーサーミング、結構飛んでノーサーミングです、最高です、うん、いいね、最高っすわ。まあ4万ぐらい差がね高かった正直高かった。いやでもこの使用感は、うん、納得ですね。さあ次ね、クランクベイト、クランクベイトの 10g、 約 10g ですね。ブレーキは7、いいね、飛ぶし安定感もバッチリ、まあ強いて言うならハンドル、ブレーキね7なんですけどね、ノーサミング、かなりの飛距離でノーサミングっす。いやー最高だぜ。いやこれすごいな、素晴らしいっすね。6ですね、ノーサミングバッチリ、もう超飛んでるし飛距離も完璧だわ。はあ、ここまでのパーフェクトリールだと思わなかったな。いや最高だ、最高ですよやっぱりバス釣りはね、俺ローターが固定式の方がいいな気がするんだよね。なんだろうな、ショートキャストもねしっかりバッチリだし、すげえ使いやすい、いいわ、これは想像をはるかに超えていたかもしれない、超飛ぶ、いい、最高じゃん。さあということでね、次はスピナーベイトですね。いやマジでびっくりですよ本当に。まあ無論ねこのままもう投げれるはずですよ、わかるもん分かっちゃうよ。なのですごく使いやすいですね、超使いやすい。なのでこのベイトリールがねこう苦手だって方はね、やっぱりこういうね使いやすいリールをね使った方がいいんですよ本当に。まあダイヤもね超使いやすいけど、これは本当パーフェクトに使いやすいですね。びっくらこきました。さあ余裕のノーサーミング、これすごいことですよ本当に。結構空気抵抗あるねスピナーベイトがノーサーミングです。追い風というのもあるけどね、まあこれは相当っすよ、飛ばしやすい、最高じゃん、なんだ最高じゃん。あー投げやすい、投げやすいな、あー投げやす、これ投げやすいね、超投げやすい。いやさすがって感じですよ本当に。イエース、投げやすい、投げやすすぎる、あーかなり低弾道でいくしね、ピッチングもいいね。さあ次はこっからです、こっからが本番というか、ラバージグですね、 5g ラバージグで、これがビシバシいけるのであれば、次の段階に行きます。01シンクロ 5g、 そしてドライブビーバーの3インチ、キャスティングは無論だと思うんですよ、ね、余裕です、余裕でございます。十分に飛距離が出て若干横風でもノーサミング最高だね。これはちょっと久しぶりに私も興奮してると思うんですけどでピッチングね、サイドハンドキャスト、これも余裕ですね多分。いいね、いいね、完璧だなおい、これはいいですよ本当に、素晴らしいね。これ P に変えたらもっとすごいことになりそうだな。いいね、完璧です。なんだおい、おいおいおいさあね、これちょっとね余裕だと思うんで、ちょっとスモラバのね 3.3g いっちゃいます。で 3.3g、 これはねコスモ、ボトムアップのコスモですね。これに頭をねカットしたドライブビーバー、なのでまあまあね軽い、まあちょこっと浮くかもしんないけど、
まだ余裕だわ。はい、ノサミン完璧です。完璧だな。うん、まあ若干ね浮くけど、まあただね、このコンセプトのリールだとここら辺のね使用ルアーはまあキャパオーバーだとは思うんですけど、でもこのリールに慣れたら多分余裕っすよ余裕で使える。なので僕はね、いつもなんだろう、こういったちょっとした軽いジグも使いたくて P 巻くんですよね。なのでこれ P のね2号ぐらい巻いたらこれもうジリオン級なんじゃねえかなっていう気がしてます。いや最高だ。うん、最高すぎました。ちょっとこれびっくりです。はい、ありがとうございました。いやこれはね久しぶりにテンションが上がるリールでしたね。そのぐらい僕はすごいと思いました。うん、びっくりだな。はい、ではね、まあこのリールともいろいろね投げ比べしますので、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。